皆さんこんにちは、藤田信也です。初めましての人も馴染みの人もですけど、これからですね、ちょっと自分のピアノの、動画だけではなくてですね、今まで培ってきた、このピアノスタイルの、少し動画を上げて、ピアノレクチャーをしていこうかなというふうに思ってます。自己紹介なんですけど、簡単に言うと、ニューヨークに、第一線で活躍していたリチャード・ティーというピアニストがいまして、もう亡くなったんですけど、20歳の時から、そのリチャード・ティーのスタイルをですね、30年ひたすらずっと、ここまでずっと一本だけやってきたという、非常にマニアックな、ピアノ弾きでございます。なぜこの動画をやろうと思ったかというきっかけなんですけど、今コロナが本当に世界中で大変です。世界で何十億かな、何億という人が自宅待機を迫られている状況です。毎日暗いニュースばっかりなんで、何かできないかなって思った時に、もし家でですね、ピアノを弾いてる人がいて、別にそれはもうプロとかアマとか関係なくですね、非常に家にいる時間が長いと思った時に、少しの方でも、家で何かピアノを楽しめたらなって、自分ができることが何かなと思った時に、今まで何かこう勉強してきたことをちょっとでも教えられてレクチャーできて、みんなが家で少しでもピアノの練習楽しめたらいいなっていうのが一つなんですけど、せっかく動画上げるんだったらですね、やっぱりライブとかやっててもリクエストが結構多い内容ですね。それをせっかくならば、短い時間ですけど、あんまり長くやってもね、わけわからなくなると思うんで、ピンポイントでレクチャーしていって、みんなが少しでも楽しく、自宅でピアノを楽しめたらなというふうな思いで、動画を上げることにしました。皆さん、よろしくお願いします。それでは、始めようと思います。定点カメラなんで、他に撮ってくれる人がいないんで、こんなすみません、うざい映像ですみません。早速ですね、よく皆さんから質問をたくさんいただく、曲、これからそういうのを、ピンポイントでやっていこうと思うんですけど、すごく多いのがですね、アース・ウィンド・アンド・ファイアの That's the Way of the World という、そういう曲が、よくやるんですけど、その、バッキングですね、そのパターン、非常にリチャード・ティーのバッキングパターンというのは、ものすごく皆さん、興味が多くて質問がたくさんあるので、今日はその代表的な、部分をですね、少しやろうかなというふうに思います。早速ですけど、まずThat's the Way of the World、少しちょっと、弾いてみます。というね、イントロなんですけど、このバッキングパターンがですね、すっごい便利で、よく、ありとあらゆる、16ビートのね、そういう場面に使います。早速押さえ方なんですけど、いわゆるリチャード・ティー・ボイシングといって、非常にたくさんの、ボイシングを使うパターンが多いです。今日は特にその部分に特化をするんで、いつも皆さん普通はね、3和音とかね、そんなんが多くても4和音ですけど、リチャード・ティーというのは結構5本の指を使って鳴らすっていうのもすごく多くて、最初のまずこのコードですね、D メジャー7なんですけど、難しいコードとかあんまり言わないでおきます。ラ、レのフラットですね、ミ、G フラット、F シャープですね。
このキーから始まります。次のコードがですね、ファーのシャープ、ラーのシャープですね、ドミで、次のコードがですね、ファーのシャープ、それから C、レで、次のコードがソ、ラのシャープ、レ、いわゆる、5本指全部使ったボイシング、これは4本ですね、4声。この4つの音が、基本ベーシックになります。もう一回弾きます。バッキングのこのパターンですね、なんせリザディはリズムなんですけども、このバッキングパターン、少し簡単にします。もう一回、このリズムはですね、もうすごいたくさん、基本的にベーシックです。で僕も、もう20歳ぐらいの時からずっとですね、この That Way of the World のこのバッキングパターンというのが、ずっと基礎練習でやってます。そして左手、T の奏法は、本当に左手がすごく重要というか、特徴的なんですけど、基本的にはベースラインですね、ベースラインやります。特に一人でやるイントロの時なんかは、ベースのパターンを弾くのが多いです。このパターンですね、非常に、このパターンも多様にします。これを、さっきの右手と組み合わせると、ゆっくりやります。この、パターンですね、これをが、基礎になります。今日は一旦これで、終わろうと思います。こんな感じでですね、皆さんから、YouTube とかの、メッセージ欄とかでリクエストがあればですね、そういう、代表的な弾き方であったりとかボイシングとかね、そんなんがあったら、少しずつ、アップしていこうと思います。この、
ポイントの短い部分をぜひ皆さん、このせっかくのこの時間にですね、練習して、役に立てていただければなというふうに思います。また YouTube のですね、どん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 こうまた上げていくので、チャンネル登録していただいて、皆さんのピアノライフに役に立っていただければ僕は幸せです。ぜひ、皆さんこれからこのコロナの厳しい時代になると思いますけど、少しでも音楽に携わって楽しくいきましょう。ではまた。